プロジェクト東京ドールズドールハウス YouTube。 はーい、元気元気、お日様笑顔が目印、ドールズチーム B ひよこと渋い鈴木えりです。はーい、どうですか皆さん、どう見えてるんですか。わどう、すごい陽気に見えてる。ふー、あのですね、なんだか私どう見えてるかわからないまま今日このお部屋に来まして、なんかね、山田さんからの指令ってことで、まあ指令かっこ悪巧みなんですけど、なんかね、こんな新しいことを始めましたよ、ドールハウス YouTube。 というわけで今回はこんな企画をやらせていただきたいと思います。特撮オタクなんだろ、よろしくポーズ。イエーイ、はあ、なんだそれ感じですけども、はい、費用は宇宙検察シャリババーンね、ゲーム内でもね散々シャリババーン、このお部屋の中にもね、こうシャリババーンのグッズがたくさんありますけども、特撮が大好きです。はい、ということはオリジナルの特撮ヒーローにもかっこいい特撮ポーズが考えられるはずです。ん、はい、そこでくじでオリジナルのヒーローの名前を引きます。そのヒーローに合った変身をその場で考えてやってもらいます。はい、山田さん何考えてんのもうすごいよ、みんな見てる、もうわけわかってないけどね私。っていうかさ、これ本当にすごいでしょ、あのドールズって本当はあのこのムーブがすごいじゃないですか、すごい力入れてくださってて、この髪型左側にあるこのポニーテールとかも動いてるの、これ動いてるんですか、これ回したら動くの、どんぐらい動いてんのかな、これちょっと映像になるの楽しみなんですけども、どうなってんのかな、ちょっとこれ楽しみね、あーちょっと暑いです。はい、ということで、じゃあ早速遊んだところで、じゃあまずヒーローの名前を引いていきます。はー、怖いな、なんだろう、ちょっと手が震えてる。でん、腰痛戦士いたたたん弱いよ弱そう、腰痛戦士いたたたん、戦士やってる場合じゃないから、とりあえず病院行った方がいいよ。これを何、これをじゃあ立ってやりたいと思います。はい、腰痛戦士タタタン、変身でしょ、じゃあわかりました、では行きたいと思います。変身腰痛戦士いたたたーん、はい、ちょっと今ので痛くなった腰痛ちょっと腰痛持ちなのに、あの逆でしたね、腰痛和らげるならこっちだった大体もう戦ってる場合じゃないよ、いたたた、いいのこんなので。山田さん困ってる姿見て楽しんでんのか、やってやるよ。で次は広角特捜カニ直近、ダサいダサいよ、では行きます、変身特捜、チャキン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 、カニチョッキンチ
私は。何をやってるんだ私は。何時だと思ってるんだ朝からでもいいですね、武器ちゃんとチョキして多分ね戦うんでしょうね。じゃあ次のいきますよ。でん、宇宙コソドロ忍び足。全然ピンとこないはいはい、困ったな。宇宙のコソドロ、あ、忍んでるのか。なるほど、うん、よくわかんないけどやってみる。ガッツがすごいもん私。では行きます。変身。宇宙コソドロ忍び足ちょっと全く意味が分かんない正解が分からない。はー、頭が痛い、頭が痛い。山田さん OK ですか。あ、OK 出ました。ということで、はい、頑張りました。ヒヨが特撮好きだってことは分かってくれましたでしょうか。はい、今日はここまでです。プロジェクト東京ドールズ、ヒヨ CV 鈴木えりでした。